Thank you.
で僕のオリジナルで道という曲をやるんですけど、この辺りでモンゴルの話を、この辺りで道半ばお伺いしても、あ、どうぞどうぞ。モンゴルなんか質問あれば何でもなんかインタビュー形式、インタビュー形式モンゴルは、むしろ聞きたいことを、あ、なんかモンゴルといえば、落合さん、モンゴルよく何回行ったことあるんですか？いや、初めて。あ、行ったのは初めてなんですね、うんうん、本当は2年前に行かなかったんですけど、うん、1週間前にコロナで国に入れなくて、なんでそんなモンゴルにハマったというか、凝ってるというか、あ、バトーキンっていう楽器があって、あ、そう、あ、スーホの白い馬っていう、その音が好きで、まあ、それをちょっと勉強しに行きたいなと思ってはいたんですけど、なかなかそういう機会がなかったんです。だんだん日本でそういうモンゴルに活動してる人と知り合いが増えてきたので、繋いでもらって出てくることができました。何日間？ゲルに滞在したのは11日で、移動で丸1日ぐらいかかってたのと、向こうで PCR とかいろいろあったので、別で5日間ぐらい。ゲルってエアコンあるんですか？ないですね。で、風呂もないです。風呂もないで、エアコンもない。そう。トイレ。トイレも、あの、汲み取り式の。うん、そうで、12日間ぐらい風呂入ってなくて、でも乾燥してるんで、そんな気にならなくて。へぇ。ある時、なんか、やったら肺がついてくるな。あ、自分臭いんだ。ってのはあります。気温は何度ぐらい？気温はちょっと、僕ゴビ砂漠の南の方にいたんで、ちょっと暑めだったんですけど、まあでも10度とかそのぐらい。日中が15度くらい。基本は寒いエリア。基本は寒いですけど、でもモンゴルの人はと今年は暖かいって言ってますけど、じゃあ過ごしやすい。冬はマイナス40度くらい。ひどいぞ。で、夏はプラス40度みたいな。結構寒暖差がすごい。砂漠だとか。どうでしょうか。朝青龍元気でした。東京にも銀行、モンゴルの銀行全部朝青龍の会社が入ってて、白鵬はトヨタって言ってました。トヨタ車、日本車ばっかりで、トヨタとかとか、ほとんど白鵬はトヨタ、朝青龍は銀行。春間富士学校とか、貢献してる。ありがとうございます。じゃあそんな落合さんのソロから始めていただいて、ドソロから始めていただいて、しかもそんな予定にないのよ。無茶ぶりこれに導入していただくといかがでしょうか。パワーコードテンポは適当にもう時間あったら、後でこれ合わせたらやるか。あ、OK。 じゃあ、バトンキンっぽく弾く。Thank you.
ありがとうございます、僕の書いた曲で、クロスロードという曲をお送りしました。中山拓海、ありがとうございます。じゃあ1曲スタンダードナンバー、はい、どなり例のアルトサックスといえば、ジャブアルトサックス奏者といえばチャリパーカー。はい。チャリパーカーの代表曲で、はい、まあ、もう名曲ばかりですけどね。どんな曲かね。はい。はい。隣に行くと。
Thank you.
落合康介、鈴木直人、中山拓実、
Thank you.
ありがとうございます。アンコール。今日は本当に皆さんありがとうございます。初めて来させていただいて本当に楽しい時間を僕自身が過ごさせていただきましたが、どうしようね、なんかテンポある。アンコールちょっと考えます本当に素敵な場所で初めて来たんですけど、お酒もたくさん飲ませていただいて、すでにまたアフターワーもちょっと残れる方は仲良くしてくださいまた来れたらいいななんていうふうに思ってますので、ぜひまたよろしくお願いします。明日明後日台風気をつけてください、皆さん。
ありがとうございました。落合浩介、中山拓海、鈴木直人でお届けしました。またぜひここに一緒に来たいと思っておりますので、ぜひ、その際にはぜひ皆さん聞きに来てください。ありがとうございました。中山拓海の CD あっちにあるんで、よくチェックしてください。では、ありがとうございました。